丈夫よ。三平、カッコつけるのはやめにして正直に告白させてもらう。俺はライブで汗だくになった椎名林檎さんの脇にワセリンを塗り込んでチンポを挟んでいただき、気持ちよくなりたいなら自分で動きなよと言われて、恐る恐る腰を動かし、あ、いきます、いきます、伝えた瞬間に両手で思いっきり突き飛ばされて真後ろにひっくり返り、空中に飛び散ったザーメンを顔面で受けて顔にかかっちゃいましたと可愛く照れ笑いしたい。やっと素直になってきたんですよ。いい情報ですか、これは。最近確かみんなまだカッコつけてたからな。逮捕されたいと思います。やるか、じゃあ。正直賞だ。正直賞。よかったよかった。ラジオのセンターエビス。誰がやっても最後にはペニスが完成する絵描き歌を思いついた俺。早速、広瀬すずちゃんを呼び出しスケッチブックを渡し、俺は絵描き歌を歌い始める。うん、棒が一本ありまして、亀の頭が吹いた。お豆かな、お豆じゃないよ、ライチだよ。最後にひじきを散らしたら、あっという間に。すずちゃんのスケッチブックを覗き込むと、そこに書かれていたのは漫画バキのタッチで書かれた激ガチョペリス。あまりの恐ろしさに俺は鬼が出た逃げ出すこの話をデーモンペニスというタイトルで日本昔話に収録してほしい最後怖いけど途中まで良かったなそうですね、うん、あげとっかエンジェルじゃ、あ、よかった。ラジオネームケツ出しエッフェル塔。田舎者の俺は慣れていないせいか、うん、駅の自動改札に金玉を詰まらせてしまった。なんですか、自動改札に入れちゃった。助けを求めると一日駅長のありがなかったのに駆けつけて、大忙しだな。俺の金玉を引っ張り出そうとしてくれる。引っ張る霞、うん、巻き込む改札双方の力でついにもげた金玉は改札に飲み込まれた。万事休すと思いきや、受け取り口から切符サイズのペラペラ金玉が出てきた。その行き先は函館。俺はこの青春金玉切符で美味しいお魚食べに行きたい。バカだな、何言ってんだよ。あげとくよ。あげるんですね。最近有森架純ちゃんと広瀬すずちゃんに人気だな、うん、そうですね、いい加減しろよ本当に。ラジオネームゲロデブなんで俺も見るんですか。ゲロなんて要素なかったでしょ今日まで。関係ないですよ。ラジオネームゲロデブ。そろそろベロがちぎれるぐらいの炭酸ジュース出してほしいな。めちゃめちゃわからないでもないな。あら、うん、ああわかるよ、あげとこう、うん、おお。わかるわかる、俺強炭酸のやつ好きなの。